こんにちは。2017年新機種 Z650 開発リーダーの井高です。今日はこのモデルについて紹介いたします。この Z650 は扱いやすさ、ファンかつスポーティな走行性能、川崎スタイリング、この3つを開発コンセプトとして開発を進めてきました。中でも扱いやすさというのを軽量化することによって達成しています。ファンかつスポーティな走行性能というのはサスペンションの作り込みやチート工なんかで具現化しています。川崎スタイリング、これは上級モデルの Z1000 から引き継がれた凄みをイメージした Z スタイリングを実現しています。川崎スタイリングについても3つのテーマを定めてスタイリング開発しています。1つ目は適度なボリューム感、2つ目に凄み、3つ目に凝縮感、これらをスタイリングに各部署に織り交ぜています。コンパクトなビキニカウル、力強いフュエルタンク、 Z アイデンティティであるシュラウド、短くシャープなテールカウル、これらの織りなす均整の取れたスタイリングが適度なボリューム感を醸し出しています。次にフュエルタンク上面から顔にかけて低く構えたクラッチングスタイル、睨みつけるような顔つき、跳ね上がったテール周り、これらが Z1000 から引き継がれた凄みを醸し出しています。エンジンは2016年までラインナップされていました ER6N から中低速の特性を強化しています。また A&S クラッチの採用により軽いクラッチフィーリング、吸排気系の見直し、リアポジセンサーの追加をしています。次にフレームについてですが、メインフレーム、スイングアームともに完全新設計となっていまして、まず軽量化のためにフレームは川崎独自の解析プログラミングシステムを用いまして、最適な剛性軽量化を実現しています。スイングアーム、メインフレーム、エンジン、トータルして2016年 ER6N に対して19キロの軽量化を実現しています。 Z 上位モデルとのつながりを明確に感じられる川崎スタイリング、高い次元でバランスされた走行性能、ファン・トゥ・ライド、究極のイーズ・オブ・ライディング、川崎ライディオロジーを体感できるモーターサイクル、それが Z650 です。皆さんお楽しみください。